何かに依存し続けている。幸沼栄一さん。四十八歳。いまだに自立できていません。何かに依存しています。宗教より潜在意識。魔法的なものに惹かれて、すっかり年を取ってしまいました。自立したいとは思っています。 もういっそこのままメンヘラでき生きるべきなのでしょうかはい、えー、もうねあの後半読んでるとですね何が相談者たのかよく分かんないですね <laughs>、えー、魔法的なものに惹かれてすっかり年を取ってしまいました別にいいと思うんですけど自立したいとは思っています思ってるんだもういっそこのままメンヘラで生きるべきでしょうか思ってるんだって <laughs> メンヘラで生きるべきと自立したいっていうのと自立できません何かに依存していますっていうものの関係がよく分かんないですねただ いまだに自立できまできません。何かに依存していますっていうのは、ここに書いてある通り、48歳になって何か自立せずに住んでるし、何かに依存できるんですからですね。あのそれで構わないと思うんですね。で、宗教じゃないわけですよね。あの潜在意識とか魔法的なものだから、まあ考え方によってはあんまり金がかからない、騙し取られないのものにハマってるだけだと思うんですよ。で、自立したいと思っています。もういそこのままメンヘラで生きるべきでしょうかこの質問文を。 送ってくるところからすると、あのメンヘラで生きるべきではないって思ってるかも。わかんないですけども、このなんだろうな。えー、っとヒヌマさんですね。氷の沼と書いてヒヌマさん、ヒヌマさんの悩みは？ダメ人間で自分はダメ人間で依存してて自立してない。これは状態なんですよ。自分の観測した状態ですね。で、それに対して自分でそれをダメだと思うと。 自立しなきゃいけないと思う、依存しちゃだいけないと思うという自分に対するダメ出しとこの状態とダメ出しとの掛け算で苦しみが発生しているわけですね。じゃあ片一方取っちゃえばいいとまあ普通考えるのは前半分の。 自立してないとか依存しているという状態を解決しようとするんですけども48年間です、ね、そこから抜け出さなかった状態からなかなか解決できると思わないですねそうじゃなくて一晩で解決できるのはそれを自分でダメだと思うという自己評価の方なので、まあ、自己評価の方をですね変えちゃうのが一番いいと思うんですけどねなのであの依存してもいいしあの自立しなくてもいいのでですねそのことで気に病まないようにしてくださいそっちの方がまだましだと思います。 では最後の質問です。